こんにちは、まなぶです。今回は、合理的に生きることでお金に困りづらくなりますというテーマでお話をしていきます。で、現在の僕っていうのは多分ある程度合理的に生きてきたと思っていて、それで2018年だと年間3000万ぐらい稼ぐことができました。こういった感じで、割とその合理的な判断っていうのをして、それでお金を稼いできた僕がどうやったら合理的に生きていけるかみたいな、そういったテーマで解説をしていこうと思います。というわけで早速本題です。で、じゃあ今回はその合理的な生き方っていうのを説明するために、合理的じゃない選択っていうのをちょっと3つ具体例出していこうと思います。で、まず1つ目が、マイホームを買うことで、2つ目が給料で新車を買うことで、3つ目が稼げる話を信じること、基本的にこの3つでちょっと具体例解説をしていきます。で、まず1つ目です。で、マイホームを買うっていうのはこれ基本的にあんまり合理的じゃないと思っていて、でマイホームを買うよりも僕が思うに合理的な判断何かっていうと、そのお金で不動産投資した方が合理的です。要するにその自分の家っていうのを、買うよりも、家を買ってそれを誰かに貸し出してそこから収入を得るみたいな、そんな感じです。で、なんでこれがいいかっていうと、考えてみたら当たり前なんですけど、まず自分で、家を買った場合ですね、その場合って、多分家買う時って住宅ローンとか借りると思うんですけど、そしたらその住宅ローンっていうのを銀行にこう返し続けて、かつそこにかかってくる金利っていうのも返さないといけないじゃないですか。これが、家を買う場合ですね。で、一方でじゃあその不動産投資として家を買ってそれをさらに誰かに貸し出す場合ですね。で、この場合だと、まず住宅ローンっていうのを借りると思うんですけど、その住宅ローンと金利っていうのはもちろん銀行に返さないといけないです。ただその返すお金っていうのは自分で持ってる物件の家賃収入から、払うことができますよね。で、これ何を意味するかっていうと、銀行からお金を借りて、でそのお金で、不動産を買いますよね。で、不動産を買うことによってそこに誰かがこう入居してきて、で自分がこう大家さんになれるわけじゃないですか。で、大家さんになること、これ何を意味するかっていうと、その銀行から借りた住宅ローンっていうそのお金を使うことによって自分の副収入っていうのをこう結構一撃で生み出すことができるみたいな。で、大半の人っていうのはその住宅ローン借りて、それで金利っていうのをこう毎月払っていかないといけないんですけど、ただその金利とかっていうのを、その借金っていうのを自分の味方にする方法っていうのが不動産投資だと思っています。で、基本的にこの家を買うっていう行為は投資と同じです。銀行から借りる借金っていうのを、使って、でそれでレバレッジを組んで、で自分のその資産運用額を伸ばしてみたいな、こういったイメージです。なのでその自分の家買いたいなみたいな、マイホーム持ちたいなみたいな、そういった思った時に100歩譲ってそのマイホーム持つことを別に否定はしないんですけど、ただその時にこれは投資と一緒なんだっていうふうに考えた方がいいと思います。じゃあ投資って思った時にどういう判断をするかっていうと、そしたら、価値が下がりにくい物件を買った方がいいじゃないですか。なんでかっていうと、例えばいきなり新築とか買っちゃうと、買って、でその翌日に売ったとしても値段ってガクンって下がりますよね。なんでかっていうと、その新品から中古になった瞬間に日本の不動産市場だとガクンって下がるわけじゃないですか。でもこれは僕は正直合理的じゃないと思っていて、だったら、中古を買うみたいな。別になんか中古でも綺麗な物件いっぱいあるわけなので、そこから選んだ方が全然安上がりで、投資としていいんじゃないかなみたいな。だからマイホーム買う時も、繰り返しなんですけど、これは投資だっていうふうに覚えておく、これが合理的な考え方だと思いますっていうのが1つ目ですね。で、2つ目が、現金、給料とかで新車を買う。でこれはちょっと合理的じゃないと思ってます。で、なんでかっていうと、世の中に経営者の方とか、あとフリーランス、僕もフリーランスだったりするんですけど、あと、サラリーマンの方で、いろんな生き方があるんですけど、基本的に経営者とかフリーランスって車を買う時に、節税ができます。で、具体的にどういった節税かっていうと、その車の購入費っていうのを経費にすることができるんですよね。じゃあこの経費って何かっていうと、その本来払うべきであった税金額っていうのをその車の購入費に充てることができるみたいな。要するにそのサラリーマンとかやってたら毎月その税金をこう納めてるわけじゃないですか、所得税とかで。毎月給料から数万円ってこう転引きされていくの結構ショックですよね。ただフリーランスとか経営者、こういった人だったらその毎月かかる所得税みたいな、そういった場所の税金っていうのを節約して圧迫、減らしつつ、それを車の購入費に充てることができるみたいな。なのでサラリーマンとして生きていて、かつ自分の給料から新車で車とかを買っちゃうと、それはまあ節税もできないですし、そもそも新車ってまあ高いわけじゃないですか。だからこういった判断をしちゃうと、まあ、これは合理的じゃないかなと思います。で、多分ここまで話を聞いて、大半の人っていうのは自分は別に経営者とかフリーランスじゃないから、まあ、そういった節税できませんよみたいな、そういうふうに思うと思うんですけど、実はこれ勘違いで、別にサラリーマンだったとしても副業で何か事業を始めたら、その時点で個人事業主になれます。で、個人事業主になることができたら、車の購入費とかって基本的に経費にすることができます。で、この辺りっていうのはまあ、税理士の人に相談してみるとか、もしくは近くの税務署とかですね、そこ行けば全然相談乗ってもらえると思います。なのでちょっとぜひ相談するといいです。あと、この動画の後半でまあ、こういった感じで節税したい人におすすめな本っていうのも紹介するので、そちらもちょっとご覧いただけたらという感じです。というわけでこれが2つ目。で、続いて3つ目、合理的じゃない判断の3つ目っていうのが、稼げる話をすぐ信じちゃう人です。で、これ何かっていうと、まあ、基本的に稼げる話があったとしても、それは、あなたの元に入っていかないんですよね。まあ、悲しい状況として。で、なんでかっていうと、その基本的に情報が流れる順番っていうのは決まっていて、で、そういった例えば投資で儲かるみたいな、そういうのがあったら、基本的にお金を持ってる人から順番にそういった情報が入っていきます。だってまあ考えてみたらわかるんですけど、そういった儲け話を持ってる人からしたら、例えばここに投資したら 100% 儲かるみたいな、まあそんなんありえないんですけど、例えばじゃあ 80% 儲かるみたいなものがあったとして、じゃあこれまあ、まず多分自分が投資するじゃないですか。で、その後にじゃあ誰に営業をかけに行くかっていうと、そしたらもうお金持ってる人に営業をかけた方が楽なわけじゃないですか。なんでかっていうと、そのお金持ち、例えばそれこそ個人資産数百億みたいな持ってる人いたら、そこに最初に話持ってった方がこうお金ってのは簡単に集まりますよね。で、基本的に世の中そういう仕組みで回ってるので、まあ、なので勘違いしないでほしいことは、まあ、例えば日々こうせっせと働いてましたみたいな、せっせと働いてたら、自分のもとにそういった投資話が入ってきて、あ、これはやっとこの自分が報われるタイミングが来たみたいな、なんか自分は今まで頑張ってきたから神様がチャンスをくれたんだみたいな、まあ、そういうふうになんか自分は恵まれてる人というか、自分はもっとなんて言うんですか、稼げるべきみたいな、まあ、そういった感じのマインドになっちゃうと、結構投資の詐欺にあったりとか、あと投資で、まあ、詐欺じゃなくても大損しちゃうみたいな。まあ、こういった状況になりやすいのかなと思います。で、これを防ぐ手段として、まあ、基本的に簡単に儲かる話みたいに信じなきゃいいんですけど、まあ、それともう一つ方法があって、それは自分を特別な存在だと思わないことですね。で、これ僕自身も常に思ってるというか、常に自分に言い聞かせてもいるんですけど、結局世の中って人間多分今5億人ぐらいですかね。75億人ぐらいこう人類がいる中で、そのうちの1人が自分なわけで、別に自分は全然特殊なわけじゃないです。まあ、だから全然特殊じゃない、普通のただの人みたいな、その70億分の1ですよね。その自分のもとにそんな神秘的な儲かる話が来るわけがないので、まあ、そもそも疑ってかかるべきですみたいな、まあ、こういったお話です。というわけで、今回3つ合理的じゃない判断っていうのを紹介しました。で、もう一回おさらいしておくと、1つ目がマイホームを買うこと、で2つ目が、給料で新車を買うこと、で3つ目が稼げる話をそのまま鵜呑みになって信じちゃうこと、まあ、こういった感じですね。で、この辺りちょっと注意していただけたらなという感じです。まあ、あと、こういった話すると多分まあ、世の中合理的なことが全てじゃないというか、なんだお金で解決できないこともあるだろうみたいなまあ、そういった話もあるかなとは思うんですけど、まあ、確かにそれもおっしゃる通りで、まあ、もちろん合理性っていうのが人生の全てじゃないと思ってます。例えば家族の愛とか、あと友達との絆とか、あとはまあ結婚とかですかね、まあ、こういったものっていうのはまあ、全て合理性だけで判断できる場所じゃないので、この辺りっていうのは別に全て合理性を追求しろとは僕は思ってないです。例えば非合理的な判断であろうとも、というかそもそもここってなんかお金で判断できない場所なので、そういった場所は別に感情的に選択していくのは全然いいんじゃないかなと思います。まあ、なのでケースバイケースで分けた方がよくて、基本的にはお金に対しては合理的な判断をして、でお金で解決できない愛とか絆みたいな、そういった問題は感情的な判断でいいかなと思ってます。はい、というわけで、今回のテーマは以上なんですけど、最後にちょっと補足として、じゃあ合理的に生きるためにはどうすればいいのみたいな、まあ、そういった多分疑問が湧くかなと思ったので、最後にちょっと本を3冊だけ紹介しようと思います。でなんで本を紹介するかっていうと、基本的に合理的な判断をしていくためにはやっぱり自分で本とかで勉強するしかないと思ってます。別に僕はこういった知識を誰かから学んだわけじゃなくて、基本的に全て独学で本を読んで身につけました。それで例えば詐欺とか別に今まで会ったことないですし、割とその個人でもお金稼げるようになりましたと。なのでこういった、思考の土台になった本ですね、3冊だけピックアップします。でこれ全部口頭で紹介してると長くなっちゃうので、今回動画の詳細欄に簡単な説明文とセットで本を貼っております。なので興味ある方、合理的な、判断をしていって、それでなんか人生を損したくないなみたいな、そういう方がいたら是非動画詳細欄から本をご覧いただけたらという感じです。というわけで今回以上となります。で僕のチャンネルではこういった感じで個人で稼ぐ方法ですね、こういったものにフォーカスして発信してます。でもし参考になったら、いいねボタンとあとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。であと普段、Twitter でも結構発信してまして、で Twitter に関しては僕の結構私生活について情報を出したりしてます。で、普段結構海外をこう転々として生きたりしていて、で今これは撮影マレーシアで撮ってるんですけど、来月一旦日本に帰って、その後また多分マレーシアかもしくはタイか、もしくは台湾行こうかなみたいな、結構その人生のこの先未定な感じで生きてるんですけど、そういったそのノマド的な生き方っていうんですかね、そういったものは Twitter で発信してます。でそのあたり興味あったら是非フォローしてもらえると嬉しいです。というわけで以上となります。さよなら。